こんにちは。ミスタージャパンコンテストセミファイナリストの向井勇気と申します。これから僕の自己紹介や自己 PR をしていくので、ぜひぜひ見ていってください。それではスタート。改めまして向井勇気です。向かうに江戸の絵と書いて向井と言います。よく向井と間違えられるのですが、向井という名前なので、そこだけはしっかりと覚えて帰ってほしいです。年齢は24歳で、結構顔的に若く見られがちなんですけども、今年の9月17日で25歳になります。覚えてね。出身は滋賀県です。皆さんいきなりなんですけども、滋賀県ってどこにあるかご存知ですか？あまり認知されてない方もいらっしゃるんですけども、大阪とか、京都とかに近い関西にあるところです。田舎ならではの落ち着くスポットもたくさんあるので、ぜひぜひ足を運んでみてください。あと、関西に20年ぐらいいたので関西弁を喋れます。次出す動画は出身地について語る動画を出そうと思っていますので、その時は関西弁オンリーで動画を撮ろうと思うので、楽しみにしててください。現在までの生い立ちなんですけども、自分は仲のいい両親や姉に恵まれて、家族4人で実家にある滋賀県で生まれ育ってきました。で、滋賀県のある私学の高校の教員として勤務をしていて、その中で役者になりたいという思いがあったので、1年間で教師を辞めて今東京に来ています。現在の活動としては、役者になるために日々ワークショップや芝居の稽古、また舞台など出演控えているので、そちらの方も稽古を頑張っております。まだ大きい映像作品や舞台には立っていないのですが、これからしっかりと頑張っていきたいと思いますので、チェックしてみてください。インスタグラムのユーザーネームをここに貼っておこうと思うので、ぜひぜひインスタグラムも覗いていってみてください。教師から役者になろうと思ったきっかけなんですけども、ある一人の生徒に教師時代、先生の教師として頑張っている姿を見てみたら、自分も教師として将来働きたくなったということを言われて、なんか人に夢を与えることができたっていう感覚になって、もっと老若男女問わず規模を大きく人に夢を与えたりとか、規模を与えてみたいと思って役者を志すようになりました。ただ全然まだまだ夢は与えられてないので、これから頑張っていきます。チャームポイントは何やろな、そうですね、鼻筋ですかね。ちょっとここの鼻がよく高いなと、周りからは言われるので、チャームポイントは鼻筋にしておきます。コンプレックスは、あんまり今までコンプレックスと思ってなかったんですけど、歯並びが自分あんまり良くなくて、見てもらったら分かると思うんですけど、現在矯正中で、ハウスピースで矯正してるのであんまり分からないと思うんですけども、はい、今年の10月頃には治るかなと思うので、もしミスタージャパンコンテストのファイナリストに選ばれたら、その時には歯が結構今よりは治ってるかなと思います。はい、ミスタージャパンコンテストの意気込みなんですけども、自分は役者として全然売れてるわけでもなく、知名度もない状態でのこういった YouTube の投稿となっていますので、なかなかこう認知されるまでに時間がかかると思います。ただこういう自分が24年間生きてきて培ってきた人懐っこさとか、関西弁ならではの話術とかを駆使しながら、皆さんに親しみやすい人でありたいなと思っております。そういった中でファイナリストに選ばれるように、自分自身もこれからの YouTube 投稿や生活頑張っていきますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、今回は短い動画となってしまって、またこうやって YouTube を投稿するのが自分は初めてで、画面に向かって一人で話すのがとてもむずがゆかったりとか恥ずかしかったりしたところはあったんですけども、こうやって皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。この動画の次に第2弾、第3弾と YouTube の投稿を続きますので、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。次の動画は出身地についてということで、自分の地元である関西の滋賀県について動画を投稿しようと思いますので、そちらもぜひぜひチェックしてみてください。最後に、こちらの YouTube のチャンネル登録していただいたら通知が来たりとか、すぐに動画をチェックできると思いますので、チャンネル登録とグッドお忘れなくお願いいたします。それでは短いになりましたが、向井勇気の自己紹介とミスタージャパンコンテストに向けての意気込みでした。ありがとうございました。バイバーイ。